やあみんな、すまない先生だ。今日はみんなに大事なお知らせがある。なんだ大事なお知らせって。なんとこの度アニメイトとウォーターチャレンジのコラボグッズが発売決定。おお、これは楽しみだぜ。どんなグッズがあるのか見ものだな。それとアニメイトカフェスタンド春座池袋にてコラボカフェも開催決定。おお、よっしゃ、池袋に直行して全品食べてやるぜ。商品のラインナップはどうなっているのでしょう。それは後ほど紹介する。それではまずはアニメイトコラボグッズについて紹介していく。発売するラインナップはこれだ。おお、まずはステッカー8種、もちろん全員分あるぞ。おお、ミニキャラで可愛いじゃねえか。すべてコンプリートする。続いてはクリアファイルセット。はあ、カラフルで見栄えがいいの。これを買って学校に持ってくぞ。お次はボイスキーホルダー。これは A と B の2種類があって、収録されているボイスとキャラがそれぞれ違うぞ。はあ、俺の声は A に入っているのか。俺の声は B に入ってるんだな。ボタンを押すとランダムにボイスが再生されるぞ。どんなボイスが入ってるかは実際に買って確かめてくれ。続いてはマスコットキーチェーン。おお、俺のぬいぐるみ可愛すぎないか。おお、ちゃんと僕のバズーカもついているのか。その他にはノート、クルトガ、ペンポーチも発売されるぞ。これは日常生活で使えそうですね。シャーペンとか毎日使うからな。それとウォーターチャレンジ関連のキャラクターグッズを1000円以上買うとポストカード1枚プレゼント。期間限定なので早めに購入しなければ。アニメイトコラボは全国のアニメイト、アニメイト通販にて2月18日から3月の17日までフェアを開催している。先行予約は1月27日からスタート。もう始まっていますね。先行予約については動画の概要欄からチェックだ。続いてはアニメイトコラボカフェについて説明していく。どんな商品が発売されるんだ。ラインナップはこれだ。おー、僕たちをイメージした食べ物や飲み物、コラボカフェ限定の商品もあるぞ。おー、全部食べて全部飲みてー。それじゃあ一つずつ確認していこう。すまない先生のハンバーガー、ミスター赤ちゃんのホットバニラミルク、ミスターブラックのホットチョコレートドリンク、ミスター銀さんのドーナツ、ミスターレッドのストロベリードリンク、ミスターブルーのブルーアイスソーダ、ミスターバナナのバナナシェイク、ミスターマネーのジンジャーエール。あれ、なんか俺だけみんなに比べて安くねえか。私の商品に比べて200円安いですね。安い代わりと言ってはなんだが、ミスター赤ちゃんのミルクには毎日数量限定で哺乳瓶がついてくるバージョンもあるぞ。おお、これなら俺も楽々飲めるぜ。そしてすまないスクールのスペシャルドリンクも発売。このスペシャルドリンクを買うとクリアボトルもセットでついてくる。もちろんクリアボトル単体でも買うことができるぞ。記念に一杯飲んでおきますかね。他にもトレーディングアクリルスタンドキーチェーン、トレーディング缶バッジコレクション、アクリルスタンド、クリアファイルセット2種と飲食関係以外の商品も発売されるぞ。コラボ商品を飲み食いしてコラボグッズも買うか。一緒に行こうぜ兄貴。ところでコラボカフェはいつから開催するんですか。コラボカフェは2月22日から3月21日までアニメイトカフェスタンド春座池袋にて開催される。今のうちにスケジュールを確保しておくか。それとコラボグッズの先行予約とコラボカフェの抽選予約は1月27日からスタート。1月27日とってもう始まってるじゃないですか。先行予約とコラボカフェの抽選予約に関しては動画の概要欄をチェックだ。それではみんな、コラボ開催まで楽しみにしていてくれ。